日産、レパード。レパードは、1980年から1999年まで、製造、販売された、日産自動車の高級パーソナルカーである。本校では、便宜上1980年から1986年まで、年から年まで生産されていた、兄弟車のレパード PRX、1992年から1996年まで、生産されていた。 レパード J フェリーについても述べる。レパードが取り扱い販売される以前の日産店広告上のブルーバード販売会社では主力車種であるブルーバードの上級グレードとして610型ブルーバード U の後期型から直列六気筒エンジンを乗した 2000GT 相性サメブルシリーズが設定され810型ブルーバードにも直列六気筒エンジンを搭載した上級グレードの 2016シリーズが設定されていた。1979年11月に発売された910型ブルーバードには、直列6気筒エンジンを搭載した上級グレードが設定されず、本来のブルーバードの車種クラスに準じた4、気筒エンジン搭載車に統一されたことで、日産店での取扱車種のラインナップ上、ブルーバードの上級グレードの後継車種としての位置づけと、スカイライン、 ローレルに続く上級車ラインアップの一角を担うべく、1980年10月に、日産の新規車種として、レパードが発売された。また、1999年のモデル消滅までの19年間、商品規格の変転が大きく、初代は910型ブルーバードベースの上級2ドア、4ドアハードトップ、2代目は R31 型スカイラインをベースにし、 トヨタソアラを強く意識した高級2ドアグーペのみ、3.4代目はセドリックグロリアベースの高級4ドアセダンのみという変遷であった。そして、レパードそのものの一貫したコンセプトを持ち続けることができずに、確固たるブランド力を構築できなかったが、その後の同社のインフィニティ Q、M、G、それぞれ日本国内のシーマ。 フーが、スカイラインをはじめとした高級パーソナルカーに、その経験は生かされている。当時、東京都杉並区小木久にあった、旧、プリンス自動車工業の開発拠点において、車両開発された。910型ブルーバードをベースに、ホイールベースを延長した、ロングノーズの直列6気筒、L24E を搭載し北米向け車種の、G910 型マキシマをベースとしている。 610型ブルーバード U の 2000GT シリーズや810型ブルーバードの 2000G6 シリーズに設定されていた直列6気筒エンジン搭載の9グレードの後継車種であることからブルーバードをメインに取り扱う日産店の取り扱い車種として発売された。CM 出演は香山雄三。キャッチコピーは前期がパワーエリート自由に何をかけるか後期が 最先端は、愉快だ、鋭く挑む、華麗なる表。ボディタイプは4ドア、ピラードハードトップと2ドアハードトップだった。これに加え、日産、チェリーペン取扱者種の姉妹車として、日産、レパード TRX、トライ X も設定された。レパードの異形ヘッドライトに対し、TRX は規格型の角型4頭ヘッドライトを装着する。初代、 F30 型は様々な世界書や業界書、燃費計やフェンダーミラーワイパーを採用して登場した。スタイリングはリアウィンドウに使われたベンドグラスや C ピラーとリアフンダーをつらい血としない手法。キャビン高段の幅を狭め、C ピラーの後ろを絞り、ボディ全長にわたるショルダーラインを際立たせるを特徴とし、国産他社に先駆けるものであった。 車体幅がのナンバーサイズのため、前後の絞りは小さく細長い。スタイリングの先進性に比して、発売当時のエンジンは日産、L 型エンジンで6気筒、2000cc と 2800cc の L20E と L28E と日産、Z 型エンジンの4気筒、1800cc の Z18、という球体以前のラインナップであった。後発で、同クラス車のソアラは、 当初より最大出力 170PS の 2800CCD チェジーエンジンを搭載したグレードがあり、最終的に 190PS まで上げられた。それに対して L20E と L28E の最大出力は 130PS と 145PS、Z18 の方は最大出力が 105PS であり、パフォーマンス面で劣っており、結果ブランドイメージを大きく損ねてしまった。 その後1984年に、前年に発売された、フェアレディ Z300ZX と共通の VG30ETE 型エンジン、グロス 230PS 搭載車が登場し、ソアラにマッサルとも劣らないパフォーマンスを得たが、ブランドイメージを上げるには至らなかった。前日の通り、ブルーバードに V 型六気筒エンジン搭載車のマキシマが登場したことや、 競合車種のトヨタソアラを強く意識した結果、初代カイ30型にチェリー店の取扱車種として存在していた姉車のレパード TRX の車名が廃止され、新型となった三31型からは、日産店とチェリー店が共にレパードに車名を統一して2度アクーペのみのラインナップとなった。また、同時期のスカイライン r 十一型と基本設計を共用し、 開発コストを抑えた。開発士官は、ローレル C32 型、スカイライン R31R32 型の開発士官を務めた、旧プリンス自動車出身の伊藤オサムレが担当した。また、当時の組織変更、主幹は複数車種を掛け持ちせず1車種1主幹制へ変更の影響で、発表の2ヶ月ほど前に山は和,和夫に変更。そのため、 記者発表や雑誌には開発主管の山は和,和夫が開発担当責任として対応している。その後、マイナーチェンジに向けての開発も山は和,和夫の下進められた。エンジンは3リッター4カムの VG30D を頂点にすべて V6 ユニットを搭載。前期型が VG30D 型 V6 から 3000DOHC185PS。 VG20ET 型、V6 から2000再チェシー、ジェットターボクーレインタークーラー付き、155PS、VG20E 型、V6 から2000再チェシー、115PS の3機種。マイナーチェンジ後の後期型は、VG30D 型は 200PS となったほか、VG20ET 型に代わる VG20D 型、V6 から 2000DOHC。 セラミックターボ水冷インタークーラー付き 210PS また 3000cc エンジン搭載車にもターボモデルが加わりシーマ、フッピー3 1型系に搭載された v g 3 0デッド型 V6 から 3000DOHC セラミックターボ 255PS が新たに搭載された。前期型 VG20E 型搭載車のみ MT 車が設定された。 サスペンション形状はフロントがストラット、リアがセミトレーディングアームであった。アルティマには超音波で路面状況を把握し減衰力を変化させるスーパーソニックサスペンションを搭載している。なお、後期型に搭載された VG30 デッド V6 から 3000DOHC セラミックターボ 255PS は初搭載の車種が フッピー31型シーマであったために、世間一般にはシーマ用のエンジンと解説されるが、当時、マイナーチェンジに合わせて開発を進めていた。開発士官の山は数をはじめとする、レパード開発チームが、ライバルトヨタソアラに対抗するために開発していた、ハイパワーエンジンだ。フッピー31型シーマは、当初、3リッターノンターボで開発が進められていたが、 発売後に想定されるライバル車種をトヨタクラウンだけではなく、当時人気絶頂のトヨタソアラも視野に入れることなり、開発途中でターボエンジンの搭載が決定された。この時点で、フッピー31型シーマの開発が終盤に向けて進行していたため、シーマ用にエンジンを新規開発するだけの時間がなく、レパードの開発チームが開発していた VG30 デッドを 新型車種のフッピー31型シーマに譲った形になった。なお、レパードの販売が始まったのは1986年だが、VG30 デッドのレパードが販売されたのは1988年8月のマイナーチェンジからなのに対して、シーマが1988年1月から販売された時点で、VG30 デッドを搭載したモデルも一緒に販売された。 このため、発表順から VG30 デッドはシーマ用ユニットと当時から言われるようになる要因となった。エンジンの存在はシーマのブランドイメージを大きく高め大ヒットに結びついたが、レッパーアードの方は発表順では2番手となり、ブランドイメージを高める効果は限定的なものとなった。エクステリアは先代のイタリア的近未来スタイルに対し、ソアラ、 初代や BMW をイメージしたクラシカルなデザインへと変わり、細部の仕上げにも相応の注意が払われている。特にリアピラーからホイールハウスにかけて数字の6を描くようなバランスの取れたデザイン、エアフローフォルムが特徴。コンセプトはアダルトインテリジェンス。派手さはないが知的で大人のためのプライベートクーペを表現。外販の塗装も高品質仕上げが施されていた。 インテリアは世間では絶壁と評されてきたが、デザインコンセプトは航空機のコックピット感覚をもとに高級車としての風格を考慮し、エレクトロニクスメーター類、オーディオなどを融合しデザインされた。助手側も運転席と対等に包み込むようなデザインでグローブボックスを充実し、物をダッシュ上に乗せるのではなく収納するというパッセンジャーに、 大素配慮も考慮したインパネデザインであった。また高いガッシュボードはフロントガラスへの移り込みを抑えるソフトな材質を用いられている。グレード名の由来として VG30 で搭載車のアルティマは究極アルティメット英語から取った造語。最上級グレード2リッターの VG20ET 搭載車の XS2 XS の意味は、X は未知にチャレンジするという意味、S はスポーツ、2は上級者の意味を指す。2リッターナノ VG20E 搭載車の XJ、2、XJ の意味は、X は上記に準じており、J はジュエリー、宝石の持つ高級感を指している。すでに知名度を確立していたソアラの影に隠れてしまったことなどから、販売当初は、 苦戦を強いられたが、日本テレビ系の刑事ドラマ、危ない刑事シリーズに劇中車として登場し、さらにハイパワーエンジンを搭載した後輪駆動車であることもあり、登場から30年以上が経過した現在も、中古車市場で高い人気を誇っており、同系を専門に扱うショップも存在する。キャッチコピーは、前期型がプライベートクーペ、私は今、限りなく自由だ。 限りなく豊かだ。後期型は、若いというだけでは、手に負えない、車がある、ビッグにドア。グランドセレクションが、表現力。ベースとなったスカイラインが、R32 型へ、世代交代する中でレパードの開発は中止となったが、日産店のラインアップに、穴が開くことに対する反射の抵抗も大きく、時期、レパードは、インフィニティ J30 の国内投入で継続される、 ことが決まった。当初、J30 は日本導入の予定はなかった。この結果、4ドアセダンのみの設定となり、社名もレパード J フェリー、レオパード J フェリアへと解消され、車の性格が変わったことをアピールした。キャッチコピーは美しい妻と一緒です。インフィニティブランドで初の E セグメントセダンであり、日本国内においては、 後日の V8 エンジンも搭載されていたことから、クラウンのみならずセルシオーもライバルとしていた社格であった。フェラーリやマセラティにも収められているイタリア、ポルトローナフラウ製、表皮のみの本革シートをオプションで用意する。このシートの価格は約80万円もしており、普通の本革シート、オーストリアのシュミットフェルトバッハ製、初代マツダセンティアも採用していたも、 約50万円など、セドリック、グロリアと比べても、よりパーソナルな高級車としての印象が強く、またこれまでのモデルと比べてもスポーツ性が大幅に抑えられ、完全なラグジュアリー志向となっている一方、英国車ジャガーを意識したという足回りのセッティングや、エンジンの味付けはむしろスポーティで走りは、セドリック、グロリアのグランツーリスモと同様の活発なものであった。 特に V8 エンジン搭載車は、車重が 1650kg と日産の V8、エンジン搭載車の中で一番軽量なため、見た目からは想像できない強力な動力性能である。エンジンは、シーマ用の V 型8気筒 DOHC4-130cc VH41 で型、270PS37.8kgm と、 仙台三31型にも設定された VG30D 型 200PS26.5KGM の2種類で、それぞれに電子制御の4足フルオートマチックミッションが組み合わされる。セドリック、グロリアとは異なりインフィニティ Q45 と同様の鍵型ゲートとロックボタンを併用たシフトレバーを備える。ABS とビスカス LSD がタイプ E 以外の全に、 標準装備である。VH41 でモデルのみ、スーパーヒーカスが装備される。VG30 でモデルは、容量可変マフラーを備える。シーマセドリック、グロリアとは異なり、ターボ仕様は設定されておらず、北米向けインフィニティ J32 は V6 のみであった。J30 のエンジンは、J フェリーとは、形式は、同じ VG30 でであるが、 エンジンのインマニ形状などが異なるフェアレディ Z 系の仕様であり最大出力も 210PS と少し高いものとなっている。グレード構成は発売当初は V8 エンジン搭載のタイプ X469 万円と V6 エンジン搭載のタイプ L386 万円、タイプ F358 万円の3種。タイプ F はタイプ L からキーレスエントリーや クルーズコントロールを省いたもので、エンジンや足回りなどの走行性能はタイプ L と全く同じである。1993年6月にタイプ XS パッケージ474万円とタイプ LS パッケージ391万円、タイプ KE332 万円が追加された。S パッケージには インフィニティ J30 と同じ形状で、エンブレムの日産 CI マークに変更された台形格子グリルとフロントスポイラーフォグランプが装着されている。なお、この台形格子グリルは取り付け部の形状が異なるため、標準仕様の横ングリル装着車には向こうでは取り付けできない。タイプ界 E はタイプ F から、さらに ABS やビスカス LSD が省略されている。 同時期の Y32 型、セドリック、グロリアの VG30 デ型搭載車に関しては、国内ユーザーの声を反映した5速 AT が組み合わされているが、J フェリーでは、インフィニティ J30 からの大きな変更は見送られ、4速 AT のみとされた。エクステリアデザインは、北米先売車種のアルティマを含む、同時期のブルーバードセダン U13 型 SSS。 EX シリーズ同様、カリフォルニアデザインセンター、リの意見を大幅に取り入れた、リアエンドの下がった、いわゆる、尻下がり、垂れ尻の特徴あるプロポーションとなった。インテリアデザインは主に曲線と曲面で構成され、エクステリアと共通のイメージとなっている。センターコンソールと運転席ドアスイッチ周辺は、全車本、木目パネルで仕上げられている。ボディカラーによっては、 追加料金なしで、ベージュ内装から、ブラック内装へ変更できた。グレードやオプションにより助手席なかをレシートが設定される。パーキングブレーキは踏み込んだ際にカリカリと音がしない。サイレントタイプでリリースは、電磁スイッチ式である。なお、J30 は、機械式リリースとなる。各操作系、スイッチ類は、上質さを演出するために操作感が、チューニングされている。セドリック。 グロリアのような間接照明はないが、センターコンソール周辺を微トで照らすなど、夜間の演出も考えれている。当時としては珍しく照明付きのバニティミラーが、前席の両側のサンバイザーに装備されている。日本車としては初めて、助手席、エアバッグを全車に標準装備したレスオプションも、洗濯か車でもある。また、R134R0 倍を使用する。 保存政府ウェアコンも当初から採用された。専用グリル、専用オーナメントなどを備える、オーテックリミテッドもごくわずかに販売された。雑誌ナビや一部構図化での評価は高かったが、企画の段階から北米での販売を意識したデザインは月平均3000台以上と安定した売り上げを保持していたアメリカ市場に反して、当時の日本のユーザー層には受け入れられることはなかった。 日本国内では月平均の販売台数は約数十台から100台強程度と低迷。総販売台数も約7300台に終わった。社名をレッパードに再解消。開発時期がバブル経済の絶頂期と重なり、贅沢な設計のなされた JY32 型からは一転、メーカーの経営不振といった逆風の中で開発された。 JY33 型レパードは Y33 型セドリックグロリアの使用コンポーネントの大部分が流用され事実上これらの兄弟車種となったローレル販売会社におけるセドリックスカイライン販売会社におけるグロリアに対し先代から引き続いての取り扱いとなるブルーバード販売会社と当時このクラスの車種の取り扱いがなかったサニー販売会社でも取り扱われたため Y33 型系は実質的に日産の全員販売会社での取り扱いとなった。キャッチコピーは新しい高級のドアを開けませんか高級車の中で一番自由でありたい。ボディは4ドアハードトップのみ。ドアアウターパネル及びインストールパネルの形状は Y33 型系、セドリック、グロリアと共通。エンジンは前期型が v q 三十デッド。 V6 から 3000DOHC ターボ、270PS、VQ30 で、V6 から 3000DOHC、220PS、VG30E、V6 から 3000,、OH C 30 e、から3000サイチェシー、160PS の3機種。マイナーチェンジ後の後期型で、VQ30 でと VG30E は廃止され、代わりに、直噴式の VQ30DD、V6 から 3000DOHC、 230PS と VQ25 で V6 から 2500DOHC190PSF31 型にも設定されていた VG20EV6 から2000サイチェシー 125PS4WD 車専用として RB25 デッド時6から 2500DOHC ターボ 235PS が追加された グレード構成もグランツーリスモやブロアムといった区別こそ存在しないが内容的にはセドリック、グロリアとほぼ同じような構成となり登場当初は鉱石関係の装備を充実させたトップグレーの XVG を筆頭に以下 XV、XR、XJ と続いた足回りはセドリック、グロリアのグランツーリスモと同じ仕様とされ XVG と XV には、電動スーパーヒーカス仕様も用意された。電動スーパーヒーカス仕様の形式は、j a b b 三3 3となり、B が追加される。日産自動車発の直噴エンジン VQ30、DD を搭載したモデルである。総販売台数は、前期型が約1万台、後期型が約2千台であった。レオパードとは、英語で、表、表の意味。 なお、初代に設定されていた TRX、t r イ x とは、テクノロジーの T、ローマンの R、そして未知、の走りを意味する X をつなぎ合わせたもので、3代目のサブネーム J、フェアリー、J フェリーとは、フランス語で祝日を意味するジュールフェレス、ジュールフェリエを英語風に発音した造語で、欧米人の人命のような響きを持たせることを意図して、 命名された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。